12月2日に韓国、三川で行われた音楽受賞式、MMA2023 にて、NCT ドリームが大取りを務め、圧巻のパフォーマンスを見せた。映像、大歓声が鳴りやまない。NCT ドリーム、桁違いなステージスクリーンに銀河のような映像が投影され、白装束をまとったダンサーたちがステージを駆け回ると、上部から高貴な衣装をまとった NCT ドリームの7人が登場。 観客からは興奮したように悲鳴が響き渡る。優しく壮大な楽曲、ブロークンメロディーズ、ではスケールの大きさを感じさせ、曲中でジェミンとチョンロが仲睦まじくお互いの顔に手をやった。曲が終わると白い幕によってメンバーが隠され、雰囲気が一変。ジャケットを脱ぎ捨て、幕の中で順にキレのいいダンスをカメラに向かって披露して魅了していく。幕が落ち、 フロアに腰掛けた7人は今年発表したプアゾンをセクシーにパフォーマンス。するとホワイトの衣装を着たメンバーがじゃれあったり、スマホを手にお互いを取り合うハートウォーミングな映像が流れる。舞台はステージに戻り、再びジャケットを羽織った7人が登場。中毒性の高いビートのイストジをエネルギッシュに披露し、ライブを締めくくった。 清涼感あふれる楽曲のイメージが強い NCT ドリームだが、デビューから7年を迎え、そこにとどまらない成熟した魅力を発揮した。なお、MMA2023 にて NCT ドリームは、最も注目すべき音楽的成果を上げたアーティストとプロデューサーに贈られる、対象の一つ、レコード・オブ・ザ・イヤーを受賞した。MMA2023 は、韓国ナンバーワンミュージックプラットフォーム。 メロンが主催する韓国最大級の K-POP アワード。メロンでの配信データとユーザー投票、音楽専門委員による審査によって受賞者が選出される。今年で15回目の開催となり、初の K-POP 専用アリーナとしてオープンしたばかりの新川のインスパイアアリーナにて開催された。MMA2023 アベマスペシャルチャンネルより、